ここからは放送作家の東野博明さんとお送りするつながり通信です。このつながり通信では 東日本大震災の復興支援に関する情報をお伝えしていきます。では東野さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週はどんな話題をお伝えしていただけるんでしょうか。はい、まあ、このコーナーではね、震災から1年と2ヶ月以上経ってちょっと、関心がね薄れつつあるような印象がありますけれども、しっかりとこう復興支援活動を続けておられる方を紹介していくと、でそれでこんな方がこういうことっていうのがやっぱあるんですよね。今までもこう意外な方が多かったですね。そういう活動を今日は竹下幸太郎さんということをまず紹介したいんですが、僕もよく存じ上げてます。あらら、あの米くめクラブの、ね、そうです、元メンバーで、1993年に、正式には参加されたということですけど、その前から振り付けをやっておられたので、それで参加して、その後もいわゆる振付師としてはもちろん人気で、例えばいや最近 CM でね、よく踊るのが多いです、なんかユニークなダンスだなと思ったら竹下さんが振り付けをしておられたりとか、たくさんのお芝居、ステージに出て、ご自身俳優としても活躍され、なおかつプラス振り付け、そのお芝居の振り付けミュージカルとかですね、担当もしておられると、もう引っ張りだこなんですけれど、でこの方が続けておられるのが、実はおやつ大作戦という、おやつ大作戦、でも甘い感じのするそうですね、プロジェクトですよね。ご本人から伺ったところでは、その震災後いろんなこう救援物資をね、現地に向こうに渡すシーンをいろいろテレビで見たけれども、その中でとあるご高齢の方がね、あるものを見てこれが欲しかったと、これがあると子どもたちが喜ぶと、今これがないんだというのがおやつだったと、お菓子ですね。で大人の場合はああいう、その時は毛布が欲しい、着るものが、やはりライフラインとしたらまずそういうものが最初に浮かびますよね。なんですよ、で考えてみたら僕もその話伺ったら、大人はやっぱりまずそこ行くんですけど、子どもたちにとってみたらお菓子欲しいじゃないですか。お菓子って甘くて僕も、好きだったんですけど、やっぱり心の栄養としては、ライフラインの一つと言っても過言ではないと思うんですよね。でそれを見て高枝さんがおやつだと、おやつで子どもたちが喜ぶ、で子どもたちが喜ぶ姿を見て大人も喜ぶと、そうですね、でなんとか自分の手で、それを届けに行こうというふうにお考えになって始めたのがおやつ大作戦と名付けられた活動なんですよね。でもう随分続けておられるんですが、そのね、いろいろこう記録で映像を残しておられたので、それをいただきまして、ちょっとご覧いただきましょうか。こんな感じですよね、これ、今足を使ってちょっとペインティングをしているという、そういう遊びなんですね。いわゆるやっぱりアーティストですから、そのただ行って、渡しますどうぞ、ではなんだ俺は振り付けでずっと食べてきたし、何かでもっと他に子供たちと遊べるじゃないかと考えて、これは足の裏にこうペインあの塗ってですね、いろんな絵を作ろうとかいうようなことをして遊んでおられるところですよね。で子供たち楽しそうにしているのがすごく印象、これはねちょっと見てみましょうか、その次の日もいっぱい遊びますか、いっぱいいっぱい遊んでください、どうぞ。今渡されているのはお菓子になるんですかね、これがおやつになるんですね。そうですね、詰め合わせになってますね、あとこうやって遊んだりね、子供たちとっても楽しそうですね。もう汗びっしょりになってね、そうですね、ほら一番自分のお得意なところですけど子供たちやっぱりね、幼稚園ですけれど、幼稚園の先生方はやっぱり決まりのお遊戯とかいうのがありますけれど、子供たちにとったらね、なんかね、ちょっとこういつもと違う、それがやっぱり刺激的なんでしょう。これいいですよ、あいいですね、おいしいの、甘いこうお菓子があるという前提であったようにこう今渡されているわけですよね。おいしい、おいしい、せーの、こういったあたりはいかにも竹下さんという感じがしますけども、ですからね、おやつ大作戦と名付けられて、
じゃあお菓子を届けるだけかということではなくて、もう今やご本人がおっしゃって、まあ、これらがもうこういうあのいろんな方からね、はい、寄せあの集められたもので、まあガム、チョコレート、キャンディーだけではなく竹、トンボ、紙風船みたいなおもちゃも含め、はい、またそれを届けてみんなと遊ぶという活動も含めてですね、うん、それがおやつ大作戦。もうだから本当にもうなんかお菓子っていうと甘いっていうことは思いますけども、やっぱり甘い思い出というね感じがするのかな、はい、やっぱり竹下さんというとですね、まあ、先ほども申しましたようにこう米米クラブのとてもこう賑やかな音楽を届けてもらったというイメージがあるんですね、はいはい、やっぱりあの東野さんね前におっしゃってましたけども、構えずにやれることをやっていこうという、まさにねそういう企画だなというのを思いますね。もうねとにかく楽しもうぜっていうあのスピリットをお持ちですね、はい、自分もですね、そうそう、はい、あのフットワーク軽くね、はい、あの考えてるだけじゃなくてやれることはやろうということで、はい、で例えば行く時にやっぱり交通費だとかもろもろかかります、うん、そうですね、それはねご本人が月に2回ずつ東京と大阪でサンフィットという、はいはい、いわゆるダンス教室なんですけども、はいはい、緩いダンス教室ということで、とにかくやっぱり大人も初心者でもいろんな動きをしてみようというのをやっておられて、うんうん、そこに参加費と別に一口500円で支援金を募 る、はいはい、でそういうものであの先ほどのおやつを届ける、うん、活動の資金にされていると、うん、いうことなんですよね。そうなんですね、うんうん、はあ、なるほど。でこのおやつ大作戦は Facebook の、ね、専用のページがあるんですよね、はい、そうです、すぐ出てきますので、ね、これで検索していただいて、はい、サンフィットにもぜひ参加していただきたいと思います、はい、ぜひ皆さんもチェックしていただけたらと思います。東野さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。今日のつながり通信は竹下幸太郎さんが続けていらっしゃるおやつ大作戦をご紹介しました。